皆様こんにちは。はい、ね、クスクス笑っていらっしゃるお客様、10分前にお会いしたばかりかもしれませんがね、はい、早速始めていきましょう。はいね、今からこちらのプールにいる6羽のペンギンさんがですね、温室の一番奥にあるあちらの広場に向かって今からゆっくりとお散歩をしていきます。まずはこちらのペンギンさん、皆様に簡単にご紹介をしておきます。こちらのペンギンさんなんですけども、種類をケープペンギンというペンギンになります。ペンギンといえばですね、皆様寒いところにいるイメージの方が強いとは思いますが、このペンギンさんが実際に住んでいる場所、南アフリカのケープタウンという場所になります。とっても暖かいところに住んでいるペンギンさんですので、これくらいの気温でしたらこの子たちは全然へっちゃらです。そしてみんな色違いの、ね、リボンをつけているんですけども、リボンの色とあちらの方に名前書いてあるんですが、色は全部同じになっておりますのでね、色を目印にペンギンさんの名前もぜひ覚えてあげてみてください。それではお散歩に登場するペンギンさんもですね、名前を順番に紹介していきます。まずは青のリボンつけてるペンギンさんがさくらちゃんと言います。11歳の女の子で非常にしっかり者のお姉ちゃんです。この中ではね、一番上の子になります。続いて黄色のリボンをつけている子がはるかちゃん。この子も11歳の女の子です。性格はとてものんびりとしている、ね、女の子です。続いてピンクのリボンつけている子がななみちゃん。7歳の女の子のペンギンさんでね、とってもマイペースなペンギンです。続いて紫のリボンをつけている子がまさひろくん。6歳の男の子です。まあ、ひなの時に私が面倒見てたということもありますのでね、私が近くに来たらとんでもなく甘えん坊になるペンギンさんです。そして赤のリボンをつけている子が翼ちゃん。3歳の女の子でね、とっても今活発な時期に入っておりますので、結構いろんなとこをうろちょろしたがります。そしてオレンジの、ね、リボンつけている子がジョナサンくん。3歳の男の子のペンギンさんで、群を抜いてのやんちゃ坊主です。それでは今からプールの外に順番にペンギンさんたち出していくんですけども、お散歩の最中、皆様にしっかりと守っていただきたいことがございます。ペンギンさんね、とっても見た感じは可愛らしい鳥さんなんですけども、実際は泳ぐ魚を捕まえる鳥さんになりますので、こう見えてもくちばしのつつく力が非常に強いです。うっかりペンギンに近づきすぎてしまったり、触ろうとね、手や顔を伸ばしたりされますと、びっくりしてペンギンが皆様のことをつっついてしまう場合がございます。ですからね、お散歩の最中、ペンギンに触ろうと、手や顔を伸ばしたり、すぐ横を走り抜けたりということは絶対にしないようにお願いいたします。まあ、そしてペンギンを眺める際には気持ち1メートルぐらい、大人の方でしたら、まあ、片腕の長さぐらい、小さなお子様でしたらちょっと両手いっぱい広げた長さぐらいはね、最低でも離れていただいて、そっとペンギンを眺めていただくように、どうかご協力をよろしくお願いいたします。特にね、ちっちゃいお子様たくさんいらっしゃいますので、うっかりお子様が近づきすぎないように、どうか皆様もね、しっかりとご配慮の方よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速どんどんプールの外に今から出していきますんでね、じゃん。こちらはななみちゃん。大きなリボンつけてるね。そしてこちらはハルちゃん。そしてこちらはスマちゃん。最後にジョナサン。こちらの、ね、ペンギンさん、近くに来て触ろうと、ね、手や顔を伸ばしたり、すぐ横を走り抜けたりされますと、びっくりしてお客様をつついてしまう場合がございますので、ペンギンには触ろうとしたり、すぐ横を走り抜けたりということは、ね、しないでね、ちょっと距離を取ってゆっくり眺めていただく程度でお願いいたします。
そうそう